オイゲン・フランツ・フォン・ザボイエン・カリグナンは、オーストリアに仕えた、軍人、政治家、プリンツ・オイゲンの呼び名で知られる。サボイア家の血を引くフランス生まれの貴族で、サボイア皇の男系子孫にあたることから、皇子の称号を持って呼ばれた。日本で一般に知られる、オイゲンの名はドイツ語名である。フランス語では、ウジェーヌ・フランソワ・ド・サボアイ・コール・カリニャン、イタリア語では、 エウジェーニオ・フランチェスコ・ディ・サボヤ・カリニャーノとなる。日本では、プリンツはしばしば公やけまたは、公師と訳されることから、老い原稿と呼ばれることもあるが、日本語には、プリンツを正確に表せる訳語が存在しないため、老い原稿の、公は前述のように公尺や、大公の意味ではないので注意が必要である。本校では便宜上、主に活躍した地域の言語である。 ドイツ語名の、オイゲンで統一する。なお、ドイツ海軍と、オーストリア・ハンガリー帝国海軍、イタリア海軍及び、イギリス海軍の艦船に、彼の名が命名されたものが存在する。1663年、サボヤ家の文イエス字にあたるフランス貴族、ソワソン・ハク、ウジェーヌ・モーリスとランプ・マンシニの子として、パリで生まれた。祖父は、サボヤ公、カルロ・エマヌエレ一世の抜子で、 後に、イタリア王家となる、サボイアカリニャーの家を起こしたトンナーズオ・フランチェスコであり、父はその次男であった。母方の王子は、フランス最小、ジュール・マザランであり、バーデン・バーデン編教博、ルート・ビヒビル・ヘルムは、父方のいとこで、後に軍人として、共に戦った。また、母方のいとこに、ブルボン家の文系出身のバンドを向こう、ルイ・ジョゼフ・ド・ブルボンがおり、こちらは、 敵として戦った。長男ではなかったため伯爵を告げなかったオイゲンは軍人となる道を選んだが、ルイ14世のフランス軍では用いられるところがなかったので、1683年にオーストリアへ渡って、フランス王の宿敵であるハプスブルク家の神聖ローマ、皇帝レオポルト一世に仕え、オーストリア軍の将校となった。この時代には、 軍人が所属を移動することは珍しいことではないが、オイゲンは、その生涯を、出身国フランスとの戦いに費やす。オーストリアにおける、オイゲンの軍歴は、1683年の第二次、ウィーン包囲に始まった、オスマン帝国との戦争から始まった。長期にわたって続いたこの戦争において、オイゲンは、ロレーヌ公シャルル5世に従い、ハンガリー戦線で活躍し、 1687年の、もはや地の戦いでは、騎兵隊を指揮して、手柄を挙げた。大同盟戦争では、イタリア戦線でまたいとこに当たるサボイア公、ビットーリオ・アメデオを二世と共に、フランス軍と交戦したが、戦争はフランスが有利で、オーストリアの他の軍人たちが指揮を取っていたこともあり、目立った功績はなかったが、1693年に、元帥となり、 1694年からイタリア方面の指揮権を移譲させられ、戦後の1697年は、軍祭を認められリュディガーフォン・シュターレンベルクとルートビヒビルヘルムの推薦で、ザクセン戦抵抗、フリードリヒアウグスト一世に代わり、トルコ戦線の指揮を取ることになった。フリードリヒアウグスト一世は、代償として、オーストリアの支援で、ポーランド王に即位している。 オイゲンは東エスミティサ川を渡下中のオスマン帝国軍を奇襲、約3万人を撃死させる大勝利を飾り、オスマン帝国のドナウ川の下流域奪回の最後の試みを挫折に導く。1699年のカルロビッツ条約でオーストリアがハンガリー全土を獲得し、戦争が終結するまでの間にオーストリア軍の有力な将軍の一人となっていた。 1701年、ルイ14世の孫のフェリペ5世が断絶したスペインハプスブルク家の王位を継承しようとしたことに、オーストリアハプスブルク家が反対し、スペイン領をミラノ公国に派兵したことで、スペイン継承戦争が始まると、オイゲンは北イタリア戦線の司令官に就任、フランス軍と交戦した。7月9日、カルピノ戦いで、フランス軍の将軍、ニコラ・カティナを破り、 ついで、ビルロアを率いるフランス軍も9月1日のキアーリの戦いで勝利、翌1702年2月1日のクレモナの戦いで、ビルロアを捕らえる手柄を挙げた。しかし、ビルロアに代わって、イタリア戦線に出向いたバンドームにもルッザーラの戦いで勝利したが、オーストリアから財政支援を受けられず、苦境に立たされていた。1703年に、のためイタリアは、 グイード・フォン・シュターレンベルクに任せて、ウィーンに出向いたが、ライン側方面で、バイエルン戦抵抗、マクシミリアン2世が離反、フランス軍と交流して、ウィーンを伺う,うほどの勢力を築いたため、レオポルト1世から、軍事委員会総裁に任命され、オーストリアの軍事指揮権を掌握、昭和区1704年にライン側方面の戦線で、フランス軍と戦い、1704年には、 オーストリアの同盟国でイングランドの司令官マール・バラコー、ジョン・チャーチルの軍と共にフランス・バイエルン連合軍をブレンハイムの戦いで破った。この戦いに続く戦闘でオイゲンの加わる連合軍はドナウ川流域のフランス軍を壊滅させ戦争が反フランス同盟側の有利に進む大きな契機となった。その後、マール・バラコウとオイゲンはフランス領への侵攻を図ったが 同盟側の結束の緩みから断念せざるを得なくなり、オイゲンのオーストリア軍は、マールバラコーのイングランド軍と別れ、フランス軍が進出していた北、イタリアに移動した。1705年に、レオポルト一世が亡くなり即位した長男のヨーゼフ一世にも、引き続き使え、友人のブラティスラフ伯爵と共に戦争を、主導していった。イタリアではバンドームが、後世に出て、 サボイア公国の大半を制圧、トリノも包囲されていた。オイゲンは巻き返しを図ったが、1705年8月16日、カッサーノの戦いで、バンドームに敗北、翌1706年1月にはフランスから、ベリック公ジェームズ・フィッツ・ジェームズが、援軍に赴き、ニースを落とし、4月19日にはオイゲンが、ウィーン滞在中の時にバンドームがカルチナートの戦いで、 オーストリア軍を破るなど、イタリア戦線は劣勢のままであった。ところが、5月23日にラミーの戦いで、ビルロアがマールバラコーに大敗すると状況が一変、8月にバンドームがビルロアに代わって、スペイン領ネーデルラントへ送られ、マルサント・オルレアン号フィリップ2世がイタリアに派遣されると、オイゲンは9月7日にビットオリオ・アメデオを2世と共に、 トリの包囲中のフランス軍を破り、功績からミラノ総督に任命された。翌1707年3月にミラノも降伏させ、イタリア戦線からフランス軍を駆逐、同年にナポリもビリヒフォンダウン率いるオーストリア軍が平定、イタリアはオーストリアの手に入った。5月にトゥーロンを包囲したが落とせず8月に撤退、11月に ミラノ総督を辞任して、ウィーンへ向かった。1708年に、フランス軍が反抗を開始したため、再び、マール・バラコーと共同作戦を行って、フランドルに進軍し、ブルゴーニュ・コールイ及びバンドームが率いるフランス軍に、アウデナールでの戦いで勝利して、リールを攻略した。しかし、翌1709年に、フランスの将軍ビラールとのマルプラケの戦いでは、 勝利を収めたものの甚大な被害を受け、オイゲン自身も負傷した。マルプラ家の戦いの後、反フランス同盟のフランスに対する攻勢は鈍り、同盟軍は引き続き、ネーデルラントで、フランス軍と戦ったが、1711年に、ヨーゼフ一世が死去、スペイン王位候補だった弟のカール大公が、皇帝カール六世に即位したり、マールバラ公が和平へ進んだ。 イギリス本国の命令で罷免され、1712年7月に、マール・バラ公の後任のイギリス軍司令官のオーモンド公ジェームズ・バトラーがフランスと和平を結んだ、イギリス本国の命令で軍を引き上げるなどの行動で苦境に追いやられた。オイゲンは、オランダ軍と共に交戦を続けたが7月24日のルーナの戦いで、ビラールに敗北したこともあって1713年に、 イギリス・オランダは、ユトレヒト条約を締結、残された、オーストリアも、フェリペ五世に、フランス王位い継承権を放棄させた上で、スペイン王位い継承権を認める条件で和平を、結んだ。オイゲンは、ビラールと共に交渉を重ね、1714年3月6日の、ラシュタット条約締結に尽力した。オイゲンは、 スペイン継承戦争の結果オーストリア領となったネーデルラントの総督となり、後にはイタリアにおけるオーストリア領の副王とされた。1716年にオード戦争が起こると、オーストリア軍を率いて再びオスマン帝国軍と戦いペーターバルダインの戦い、ベオグラード包囲戦で連勝して、ベオグラードを奪い、全ハンガリーの割譲を認めさせた1718年の パッサロビッツ条約締結を実現させた。1726年に、ロシアプロイセンとの同盟締結に、尽力、1733年に発生したポーランド、継承戦争にも従軍しているが、病気で活躍できないまま1735年に、終戦を迎えた。この戦争で、プロイセン王大使フリードリヒが、オイゲンの下で従軍している。その後も生涯を、 オーストリア軍の将軍として生き続け、かつての功績により、政治的にも大きな発言力を有していた。カール6世の長女であるマリア・テレジア大公女の結婚相手に、バイエルニア、プロイセンのフリードリヒオ大使を推挙していた。しかし、大公女の結婚相手には、皇帝も息子同然に好意を持ち、大公女とも相思相愛のロレーヌ公、フランツ・ステファンとなった。 オイゲンは二人の結婚式には見えすいた口日で欠席した。1736年に72歳でウィーンで没し、意外はシュテファン大聖堂に埋葬された。オイゲンは相続人となる子を設けなかったので、ウィーンの夏の別邸として足掛け10年をかけて建設し1723年に完成したベルベデーレ宮殿をはじめとする莫大な 財産はすべてハプスブルク家の所有となった。つまり、フランス語読みならば、ウジェーヌ公であり、イタリア語読みならば、エウジェーニオ公、英語読みならば、ユージン公である。これらはすべて同一人物を指している。ありがとうございます。